いよいよだな。緊張してきたぞ。今回の任務さえうまくいけば、我々の立てた仮説を実証できる材料が揃う。ああ、これは私たちの研究をみんなに認めさせるいい機会だ。しかし、よかったのかい？今回の任務はこの間の捕獲任務よりさらに難しい。およそ新兵向けとは言えない。一歩間違えば巨人に食べられてしまうかもしれない。部下をつけることもできないし、辞めるなら今のうちだよ。そうか、ありがとう。君は私の自慢の助手だ。さて、出撃まではまだ時間がありそうだ。せっかくだし、改めて巨人研究の意義を君に伝えておこう。調査兵団は巨人に奪われた自由を取り戻すため、そして人類をこの恐怖から解放するために戦い続けている。しかし巨人との戦いにはどうしたって犠牲がつきまとう。これまでも数えきれないほど多くの仲間が死んでいった。人類のために命を捧げた同志たちに報いる方法は巨人に勝利すること、ただそれだけだ。だからこそ私たちは巨人の研究をする。巨人に勝つために、仲間たちに報いるために。だから、そうだね。よーし、腕が鳴るってもんだよ。さあ、そろそろ戦闘準備に移ろう。やってやろうじゃないか、二人とも。さあ、行くよ。研究は成功だ。絶対に失敗できない。あ、だからといって君は無知なんだね。リヴァイたちに怒られるのはゴリゴリだし。あっ、あっちに強い巨人がいるのかな。やるよ。しっかり頼むぜ。よし、よろしくな。わかった。始末してやる。このまま討伐完了。拠点を作ってくれ。任せなさい。片付けよう。
つは。そうだ、しっかり頼むぜ。よろしくな。わかった。さあ、見殺しになんてできないから始末してやる。どうだ、優勢だ。この機に乗じよう。応援団、やばいってことだよな。コニー、しっかり頼むぜ。分かっとけ。よっと、片付けよう。よろしくな。かけて追い詰めてすりつぶしてやるんだから。どうだ、おもちゃ。次だ、始末してやる。見とれちまったよ。私もあやかりたいもんだぜ。よっと、そうは神は。しっかり頼むぜ。よっと、どうだ、こんなもんだ。せっ、ただ味方の救出に向かう。次だ。よっと、拠点はここだね。ありがとうございます。感激です。始末してやる。こんなもんか。やるよ応援団、やばいってことだよな。そうだ、神は終わりだな。次だ。相手になるよ。
なんてできないからね。はっせっ、ここまで。えっ、よっと、さっさっさっさ、ごめん、手伝ってくれる？やる。
しっかり頼むぜ。分かったよ。巨人のみんなはもういなくなっちゃったのかな。任務成功だ。君の活躍のおかげだよ。さすがは私の助手だ。これで材料は全て揃った。早く帰還して私たちの仮説が正しいことを証明するぞ。例の任務大成功だったね。モブリット、それから君もよくやってくれた。しばらくはゆっくり休んでと言いたいところだけど、そうも言ってられないよ。まだ今回の戦果をまとめる仕事が残ってるからね。君にも助手として手伝ってもらうよ。それが終わり次第みんなでパーッと祝勝会と行こう。さあ、二人とももう少しだけ頑張るぞ。